日野市ミニバスの車両日野、本町南平路線、D 系統日野市ミニバスは、東京都日野市が運行するコミュニティバスである。1986年8月20日、最初のルート、市内路線を運行開始。現在は7路線が運行されており、全路線を京王電鉄バス桜ヶ丘営業所が運行受託している。一般路線バスの走らない地域を補完するように、順次路線が設けられている。2009年5月16日の川辺堀之内路線の開通で一般路線バスと合わせ、町名レベルで日野市のすべての地域を通るようになった。運賃体系は京王電鉄バスの一般路線バスと同様であり、対キロ多区間運賃制となっている。全路線で交通系 IC カードが利用可能で、京王バスの金額式 IC 定期券。もっとくパスにも対応している。また、東京都シルバーパスも利用でき、各種障害者手帳の提示による運賃割引もある。なお、多摩市ミニバスでも同様の運賃体系を採用している。高幡不動駅を発着する三沢台路線と落川路線は隣接する多摩市内の聖蹟桜ヶ丘駅まで乗り入れており、利用エリアは日野市、多摩市にまたがる。多摩市ミニバスもかつては旧南北線がもぐさ団地まで乗り入れていた。1986年8月20日に東京都内で2番目に運行開始したコミュニティバスで全国的にもかなり早い時期の開業である。1980年7月1日に開業した武蔵村山市内循環バスに次ぐものである。都内で1980年代にコミュニティバスを運行開始した自治体は武蔵村山市、日野市の2市のみでコミュニティバスの先駆けである。日野市公式サイト内、日野市地域公共交通会議の第2回開催後に発行された日野市地域公共交通会議だより第1号には日本初のコミュニティバスとして昭和61年に運行を開始とあるが、武蔵村山市の方が6年早い。2016年8月20日には開業30周年を迎えた。なお、コミュニティバスという概念を全国に広めたことで知られる、武蔵野市のムーバスは1995年11月26日の開業で、武蔵村山市、日野市に続く3番目の誕生である。この流れを受け1990年代には、町っ子、多摩市ミニバス、三鷹、シティバスと多摩地域でコミュニティバスの開業が相次いだ。1986年8月20日運行開始。最初に開通した路線であり、現在も最も長いルートを走る。当初のルートは、高幡不動駅万願寺日野駅、市立病院豊田駅北口旭ヶ丘4丁目、平山城址公園駅であった。1999年2月1日に起点が桜ヶ丘車庫に延伸され、2002年6月24日に旭ヶ丘付近のルートを分離して旭ヶ丘路線とした。2010年10月16日に起点を高幡不動駅に戻し、終点を豊田駅北口に短縮、また運行間隔を従来の80分間隔から40分間隔に短縮した。これにより、日野市役所豊田駅北口間は、後日の南平路線と合わせて20分間隔となっている。ラッシュ時の増便はない。エコアラエコクマのラッピング車両三沢台路線、W 系統1992年3月2日、運行開始。高幡不動駅と聖蹟桜ヶ丘駅を三沢台、もぐさ園住宅経由で結ぶ路線である。40分間隔での運行。2003年9月29日より、南平路線と高幡不動駅における乗り継ぎ割引を行っている。起終点は、京王電鉄バスの一般路線である、もぐさ団地線と同一だが、ルートはかなり異なる。三沢台は、名の通り標高が高く、もぐさ団地線で包含できていない地域の徒歩の不便さを解消している。夜間の運行はないが、もぐさ団地線が深夜バスで一部の区間を走っている。南平路線、D 系統日野、リエッセ寺田支所へ、転属1995年4月3日、運行開始。当初は日野駅系統として、高幡不動駅鹿島台日野駅を結んでいた。高幡不動駅を発着し、日野市役所付近から日野駅に向かう系統であった。翌1997年4月4日に、豊田駅北口系統が新設。当初は1日に往復のみの運行であったが、日野駅系統の廃止により、高齢6が南平路線のメインとなった。2001年1月16日に北の街道口系統が新設。当初は1日3便のみ運行していた。2010年10月16日に日野駅系統は廃止。現行の高齢6に統一された。2016年10月1日の改正で、北の街道口系統を高幡不動駅を起点とする循環路線に変更し、北の街道循環とした。2019年6月20日の改正では、北の街道循環の大幅増便が行われた。南平地区、東豊田地区を経由する路線である。名前が紛らわしいが、京王線側のターミナルは高幡不動駅だけであり、南平駅には至らない。南平地区では標高の高い地区を走り、徒歩移動の困難さを解消している。20分間隔での運行。通勤時間帯には高幡不動駅北の街道口間の区間便が運行され、この区間の乗客は特に多い。日野台路線と同様に一般路線に近い側面もある。旭ヶ丘循環2002年6月24日運行開始。当初は日野駅を発着し、豊田駅北口を経由して、旭ヶ丘地区を循環する路線として、1日10便を運行していた。市内路線のうち、旭ヶ丘付近のルートを分離して、ルートを若干変更し、日野駅起点の循環路線として開通したものである。2010年10月16日の改正で、日野駅豊田駅北口間が廃止され、豊田駅北口を起終点とする循環路線となった。またその際に運行間隔が80分から60分に短縮された。これにより、当路線で直接アクセスできなくなった日野市立病院、日野市役所へは、豊田駅北口での乗り継ぎ割引が適用される。東京都立大学前旭ヶ丘小学校間では、八王子市との境目を走っており、大和田町や高倉町の南側周辺への利便性も担っており、日野平山大住宅は都立八王子東高校の最寄りバス停となる。落川路線日野市ミニバスでは、アルファベットの系統記号が導入される前は、一般路線同様に系統番号を表示していた。2004年12月20日運行開始。起終点の高幡不動駅と聖蹟桜ヶ丘駅では、三沢台路線と同じ乗り場を共有する。三沢台路線と起終点は同じだが、経由地は異なり、もぐさ園駅までは川崎街道を経由し、もぐさ園駅の踏切を渡り、高幡不動駅までは京王線の北側を走行する。60分間隔での運行。落川地区をほぼ横断する路線で、もぐさ園駅を経由して、高幡不動駅と聖蹟桜ヶ丘駅を結ぶ。日野市ミニバスでは唯一ほぼ全線で平坦地を走っており、住宅地を迂回状に運行する。2005年7月1日運行開始。当初は日野市役所を発着し、豊田駅北口、平山城址公園駅を経由して1日7便を運行していた。2016年10月1日の改正で、日野市役所豊田駅北口間を廃止し、終日にわたり、豊田駅北口を発着する循環路線となった。またその際に運行間隔が120分から60分に短縮された。これにより、当路線で直接アクセスできなくなった日野市立病院、日野市役所へは、豊田駅北口での乗り継ぎ割引が適用される。豊田駅北口を起点とし、浅川北側の東平山、西平山地区と浅川南側の平山地区の一部を走る。中央線以南の西平山地区にバスが走ったのはこのミニバス路線が初めてである。東平山地区では市内路線が先行開業しており、東、豊田、川辺堀之内地区は過去に京王帝都電鉄が高幡不動駅、東邦電豊田駅南口間を走らせていた。平山地区でこの路線が走らない地域には、2003年4月より、南観光交通が運行受託するワゴンタクシー、かわせみ号が運行されている。2017年3月19日には、豊田3丁目停留所が廃止された。豊田3丁目停留所付近の交差点が、豊田駅北口側へ移転されたため、なお、同停留所を経由する京王バスの一般路線である豊32は、同年4月の豊田駅南口ロータリー完成に伴い南口発着に変更され、同停留所は豊田駅方面のみ停車するようになったが、当系統は南口発着に変更されなかった。川辺堀之内路線2009年5月16日、運行開始。日野市ミニバスでは最も新しい路線である。2017年4月1日より、豊田駅南口ロータリー完成に伴い、駅前ロータリーに乗り入れ開始した。豊田駅南口のミニバス専用停留所は、折り返しの都合上、駅南口直近のタクシープールではなくやや南東に設けられていたが、駅前ロータリー完成により乗り場が新設され、従来の専用停留所は廃止された。かつて昭和40年代後半まで京王帝都電鉄が高畑不動駅川辺堀之内豊田駅南口を運行していたが、これが廃止され、交通不便地域となっていたものを日野市ミニバスとして実質的に改めて開通したものである。日野市公式サイトによれば、豊田駅と高畑不動駅を接続する必要性の言及もある。運行ルートはかつての路線とほとんど同じであるが、東豊田1丁目付近より、西は新道を通る。また停留所は若干増加している。2014年3月1日より不定期に、中型車の運用が開始された。途中に共愛路がないことと利用者の増加もあり、京王電鉄バスカラーの中型車で運行されることが多い。60分間隔での運行。1991年11月18日。運行開始。京王電鉄バスの一般路線である日50と同様に日野台を経由する路線であるが、日04は甲州街道ではなく日野台地区の北側を走る。日野市役所は経由しない。全般的に運行頻度が高く乗客も多い。デイタイムは40分間隔だが、通勤時間帯は頻度が高くなる。当初は他系統と同様のマイクロバスが使用されていたが、その後は主に日産ディーゼル RN が使用されていた。2010年8月8日に一般路線となり、同時に八王子営業所に移管された。京王での路線名は日野台線。2017年4月1日のダイヤ改正で一部便が桜ヶ丘営業所に再移管され、八王子営業所との共管に変更された。1995年4月3日、運行開始。高畑不動駅と日野駅を鹿島台経由で結ぶ。豊田駅へは行かない。2010年10月16日廃止。基本的には小型車で運行されるが、路線によっては中型車が使用されることもある。日野市公式サイトによれば、市内路線、川辺堀之内路線、三沢台路線で中型バスが運行する場合があります。とある。2016年8月20日より12月末までミニバス開業30周年を記念して市内の中学生が絵を描いた手作りの記念プレートが車体に展示された。調布市ミニバスへ転属した日野リエッセタの自治体のコミュニティバスのような専用カラーは存在せず、京王電鉄バスの塗装をそのまま活かしている。小型車は京王電鉄バス、ミニバスカラーの車両が使用される。白地に京王レッド、京王ブルー、水色の3色の羽模様が散らされ、フロントに京王ロゴが入る。このミニバスカラーはアメリカのデザイナーであるソウルバスがデザインした京王百貨店の鳩柄の包装紙をアレンジしたものである。1989年11月の CI 導入、リフレッシング京王により、それまでの京王帝都カラーに変わる。京王電鉄カラーのミニバス版として設定されたもので、かつては京王電鉄バスグループの小型車共通カラーであった。1986年の開業当時は、京王帝都電鉄の京王帝都カラーをまとった小型車の日のレインボー RB が導入された。初代車両のレインボー RB は CI 導入によりミニバスカラーに塗り替えられた。その後、京王バスの分社化と新型車両への代替が進むにつれて他の営業所の小型車は京王バス子会社系の京王バスカラーで導入されるようになり、また、他地域のコミュニティバスは各自治体独自のラッピングを採用したため、このミニバスカラーで新車導入を続けているのが桜ヶ丘営業所のみとなり、日野市ミニバスの専用カラーのようになってしまった。中型車は京王電鉄バスの一般路線車を共通使用する。アイボリー地に京王レッド、京王ブルーのストライプが入った、いわゆる京王電鉄カラーの車両が使用される。その後、京王バスグループ子会社からの転属などにより、白地に京王ブルーと黄金色のいわゆる京王バスカラーの車両が使用される場合も生じ、また調布営業所から調布市ミニバスの余剰車が転入したことで、小型車でも京王バスカラーの車両が見られるようになった。日野市のご当地キャラとして、バス車体の行き先表示板やミニバスの停留所には、新選組隊士風のキャラクター。幕末チャレンジャー戦の助のイラストが描かれている。日野市は、土方歳三、井上源三郎をはじめ新選組隊士ゆかりの地であり、日野新選組祭りも開催されている。またポンチョの一部車両は、日野市のエコキャラクター、エコアラエコクマラッピングバスとなっており、環境保護のためバスを利用して、CO2 排出を減らそうと呼びかけている。ありがとうございます。